竹田市の九十高原農業高校です。教室では数学の授業が行われていますが、生徒が見つめる先にはモニター。先生はどこにいるかといいますと、およそ60キロ離れた中津南高校なんです。全校生徒がおよそ70人と規模が少なく小さく、教師の数も少ない九十高原農業高校では、そんな状況の中でも充実した教育を提供しようと遠隔授業を行っています。進学したいから、その受験とかのために必要だなって思ってるんで、めっちゃ入れやすいし質問もしやすいから。大学を目標にしている子たちもいます。その子たちの目標達成が第一の目的です。少人数で授業が受けられるというのは、とても生徒たちの学力の向上には重要だと考えます。こうした遠隔授業は今年度県立高校の4校で行われています。県教育委員会は遠隔授業をさらに充実させる方針で、来年度には大分市の大分上野ヶ丘高校に拠点となる配信センターを設ける予定です。一方、こんな取り組みも。通信制の有志国際高校が今年度から始めたのが、インターネット上の仮想空間メタバースの高校です。自分の顔でこう話すっていうのがなかなか苦手な生徒さんもいらっしゃいますので、そういった形でアバターという形で、出ることによって会話ができるっていう生徒も多くいらっしゃいますので、そういった面でいいのかなと思っております。専用のゴーグルなどの機器は貸し出しをしていて、生徒たちは自宅から自分の分身であるアバターを操作してメタバースの高校に通うことができます。現在全国から26人の生徒が通っていて、授業のほか休み時間には友達と雑談することもできるんです。実際に記者が体験してみました。かわいい、すごい。実際に触れ合ってるみたいな感じにできるんですね。有志国際高校では文化祭などの学校行事もメタバースで行うことを企画しているということです。多様化する学び方、どこでも等しく学べる環境整備が県内でも進められています。